はいどうも、ひまわりまさでございます。さあ今日も楽しくカメラのお話をしていきましょう。今日はですね、ソニーから新しいレンズ SEL7200F2.8GM、 これのどこがすごいかっていうのを僕なりにですね、がっつりとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。はいどうも、改めましてひまわりまさでございます。本日もご視聴ありがとうございます。さあいよいよですね、これからソニーの新製品ラッシュが始まるという中で第1弾が発表されました。 FE7200mm の F2.8GMOSS2、SEL7200GM2 ということで、ソニーからですね、第3弦の 70mm200mm の F2.8 同士のレンズが発表されました。はい、これですね、僕前から注目をしていたんですけども、発表されたスペックを見まして、もう背筋が凍りましたね。ゾゾゾってきました。いや、こんな感じ久しぶりなんですよ。まあ今最近ね、新しいレンズが発表されたってなっても、あ、素晴らしいレンズだなと思ったんで、思ってるんですけども、このレンズだけは、この凄さ、ちょっと僕なりにね、とにかくすごいですね、お伝えしていこうと思いますので、最後までね、ご視聴ください。2点、2つのポイントがですね、めちゃくちゃすげえところなんですよ。で、僕なりのちょっと曲がった見方をいたしますと、このレンズはですね、これを出すことによっていろんな方たちを黙らせたんですよ。はい、ソニーはこのレンズを出したことによっていろんな人たちのことを黙らしたんです。このですね、今回発表されるですね、SEL7200GM2 の前のものでですね、はい、これですね、すごく評価高いレンズだったんですけども、何分ですね、でかくて重かったんですよ。はい、そしてその後に発売されたキヤノンの RF マウントのこの第3弦の 7200mm の F2.8 同士のズームレンズ、これがですね、とてもコンパクトにまとまってるんですよ。これの評価がめちゃくちゃ高かったんですよ。ソニーの方はですね、でかくて重いっていうところに、コンパクトで軽い第3弦が出たっていうことで、比較が始まったんですよね。今回発表される前の1型の7200と、キャノンの RF の7200。で、結局コンパクトの方がいいよねというレビューが結構大量に僕見かけたんですよ。はい。で、今回このレンズを出したことによって、この界隈の人たちを黙らせたんですよ。FE7200mmF2.8GMOSS2 はですね、2つ素晴らしいところがあります。1つ目がインナーズーム、はい、そして2つ目が絞りリング。この2つがあることによって、やばいんですよ。はい、これどういうことかと言いますと、今回のこのレンズはかなりコンパクトで軽いんです。前回のモデルよりかも 435g 軽くなってます。はい、で、僕が懸念していたのは、キヤノンの、70mm200mm っていうのは振動ズームって言って、ズームをするとレンズの全長が変わるレンズですね。はい、だけどソニーのレンズっていうのは、インナーズームといって、ズームをしてもレンズの全長が変わらなかったんですよ。で、今回ですね、この新しいモデルがコンパクトにしようとしすぎて、この一番の魅力であるインナーズームが振動ズームに変わったらどうしようかなという懸念があったんですけども、そこを見事解消して、インナーズームのまま。このインナーズームのままっていうのはどういうことかと言いますと、かなり軽量化されてコンパクトなので、例えばジンバルでも使用ができるんですよ。はい、これ動画ユーザー向けにかなりですね、作り込んだレンズだと思うんですよね。インナーズームでいいところっていうのは、やっぱりバランスが変わらないっていうのがね、めちゃくちゃいいところなんですよ。僕もですね、一本ですね、SELP18100G というですね、インナーズームのですね、レンズを持っているんですけども、これはですね、ジンバルに乗っけた時にめちゃくちゃ使い勝手がいい。
ズームができるんですね。はい、ジンバルに乗せますとズームをすると全長が変わってしまって重量バランスが変わってしまうので、なかなかねバランスとかモーターに負担がかかってしまって、なかなかねズームができないんですよ。だけどもこのインナーズームは初めからですね全長が変わらなくてバランスが変わらないので、なのでこのインナーズームをやめてしまったらどうしようかと思っていたんですけども、見事にインナーズームのまま小型軽量化してたまんないですね。はい、そして2つ目、これ絞りリングがついたんですよ。はい、絞りリングというのは F 値を変えるレンズなんですよね。あの F 値を変えられるリングがついてるんですよ。はい、結構マニュアルレンズとか結構動画向けに作ってあるレンズ、シネマレンズとか、まあ、結構絞りリングがついてることが多いんですけども、この70-200に絞りリングって僕聞いたことないんですよね。はい、だからしかもクリック音がなくするので、もう完全動画ユーザー向けに作ったレンズなんですよ。インナーズームのこの絞りリングがついているということで、動画を撮るというユーザーはもうこれね、70-200はこれ欲しい方は買うしかないっていうね、この2つが搭載されているということで、この今まで比較していたですね、前の方のソニーの70-200とキヤノンの70-200、コンパクトがいいよね。で、今回はこのソニーの新しいですね、70-200ですね、これを全て解決して、なんでしょうね、ほんと動画ユーザーがもう使いたくなるような感じなんですよ。で、やっぱりソニーの今が見られるのはかなり動画によってますよね。なので、それに寄らせたレンズも作っていく。やっぱね、こう、まあ僕持っていないんですけども、やっぱり70-200のですね、こう魅力はいいですよね。ポートレートでガンガン使えるっていうね。で、それがジンバルに乗っけられるっていうね、夢がありますよね。はい。このですね、2つの点がですね、僕ですね、この今回のこの FE70-200mmF2.8GMOSS2 ですね。はい。このレンズは、この2つの点、この2つの点をですね、押さえておきますと、このレンズの凄さっていうのが分かってくると思います。あとはですね、いろんな人たちを黙らせるっていうですね、そういうレンズになっていると僕なりに思っています。はい、以上がですね今日の動画になります。はい、ちょっと今週はですね忙しくてですね、なかなか動画が撮影できなくてですね、ちょっと慌てて撮っているような部分もありますので、はい、これからですね α7-4 もですね発表されるし、なんかもう一本ソニーからですね新しいレンズが発表されるとかっていうですね噂もありますので、はい、この辺もですね僕しっかりですね追ってですね、このやっぱカメラ好きにはたまんないですね、このね笑いをご提供していこうと思います。それではですね、参考になりましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。